ケーダー県は、インド西部グジャラート州内に33ある県の一つ。中心都市ケーダーが、県行政の中心地となってきたが、2013年9月17日に、県とはナディアードへ移された。1855年当時のケーラー県。この地域は、かつては、ケーラー県と称されていた。1997年には、南部が分離されて、アーナンド県となった愛。 ケーラー県のチャロタール地方には、テシル、軍に相当する、海区画であるタルカが、アーナンド、ボルサード、ナディアード、ペトラードと4つも置けられていた。県の分離が行われた際に、ナディアードタルカは、ケーラー県に帰属し、残り3つのタルカは、アーナンド県に帰属した。20世紀前半における、インド独立運動の中で、チャロタール地方をはじめ、 ケーラー圏のペティダール階層の人々は、イギリス側に対して様々な局面で抵抗したが、特に1913年のケーダーにおける、反税金闘争、1918年のケーダー・サティアー・グラハ、1923年のボルサード・サティアー・グラハ、1928年のバルドリ・サティアー・グラハが知られている。2011年インド国勢調査によると、 ケーダー県の人口は2299,885人であり、ラトビアの総人口やアメリカ合衆国ニューメキシコ州の人口とおおむね同じ水準にある。これは全部で640あるインドの県の中で197位に当たる。ケーダー県の人口密度は541人、毎平方キロメートルである。二千一年から二千十一年にかけての十年間における、 人口成長率は12.81%であった。経営ダーケンでは男性1000人に対して女性は937人がおり、識字率は84.31%となっている。2011年インド国勢調査の時点では人口の97.35%が第一言語としてグジャラート語を使用しており、ヒンディ語としたものは2.03%であった。 ありがとうございます。